さあ、小園先生、飯食いに行きますよ。なんかね、噂によるとね、めちゃくちゃうまいっていう人と、めちゃくちゃまずいっていう意見を言う人が両極端にいるお店です。なんか、ありえないだろ、この店っていう感じらしいんです。使えるの？いや、マジでマジで。いや、それはもうそう言われたの、俺は。俺は悪くないよ。言った人が悪いんだよ。俺は M さんっていう人がね、もうすっごいね、M さん、なかなかとにかくね、撮影に行きなさいというお店があるんですよ。まあそちらに今から向かおうと思うんですけど、まあ大津先生行ったことない、僕も行ったことないで、お好み焼き屋さんらしいです。お好み焼き屋、これインプットしてます。お好み焼き屋さんです。普通に、わかりました。僕らが行くのは何屋さん？お好み焼き屋さん、そうのはずですが、誰に聞いても、あれ、お好み焼き屋なの？って言われるそういうお店に今から行ってみたいと思います。ワクワクしますね。もう八代人なら誰もが知っているかと思ったら、そんなに知ってる人いない。でも一度行ったら忘れられないという、そう、うん、お店らしい。記憶に残るんですよ。名前はね、うさぎって呼んでるんです。この辺にあるはずなんだけど、どこだ、あった、見えた、どこ、今チャンネル、ここすごいマジで開いてんの、これ。どういうじゃん、ちょっと待って、営業中ってやたら置いてあるけど開いてんの？ちょっと待って、これどこに車止めたらいいの？ちょっと待って勇気いるわー、なんか勇気いるくない、ここ入るの。噂通りドン・キホーテの、でもなんか真横だよ。俺はね、うん、ちょっといいかもと思う。あ、本当に、うん、これちょっと美味しいかもしれない的な。うん、なんかね、僕ね、気になってんのはね、うん、あの、お好み焼き屋だって言ってるじゃないですか。はい、あの、目の前に見えてる看板、ちゃんぽんとカレーなんです。何でもあんねん。もうちゃんぽんとカレーなんです。うん、まあ、行ってみましょうか。うん、はい。インターネットレディオ、Good Air ドコン。熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ、DJ、ケンタロウ、中村。1、2、3、GO!ここか。あ、でもちゃんとうさぎお好み焼きって書いてあるね。こんにちは。お邪魔しまーす。よいしょ。うう。寒かったですね。あ、ちょっと。どこ座ったですか。どこでもどこ座る？ああ、すいません。あら、ロー出れた。熱はまあ測るってことは高いでしょ。いやいや、測るですよ。じゃあお邪魔します。あ、じゃあこっち座ろうか。だっかいしょ。何食べよう。何これ、カフェオレタピオカとか書いてある。すげえ。おじさん、 YouTube やってて、これ写真撮ってもいいですか？やったー。え、ちょっと待って、こっちが普通の丼とかご飯類で、こっち麺類。すげえ、めちゃくちゃある。え、全部取っていいですか？すごい。いや、面白い。何このメニューの数。200種類だったんです。200種類。え、なんてメニューは別。あの、お好み焼きとか焼きそば。すげえ、この店。ランチのやつさ。あ、すげえ、日替わりランチある。ハンバーグカレー。水曜日で、あ、曜日でですね、
じゃあ今日パリパリ焼きそばナポリタンとか。曜日ごとにあるんだ。いや知らんかった。いや八千代にこんなファンキーな店あるの知らんかった。何する？ちょっと待ってちょっと。ハンバーグカレー390円こっち490円。ハンバーグカレー390円やろ、チキンカレー390円やろ、カレーライス450円。なるほど、ランチだからか。なんかすげえのがあるって聞いたら全部すげえね。え、八千代名物ガメフライスイートポテト。八千代名物続いとる場合、茶碗蒸しうどん、豚バラオムライス。すげえね。月曜日だよね。もうだって2時過ぎてる。あ、2時過ぎたら終わりなの。あ、了解です。いいんすか。うん、それじゃあかき揚げ丼と、かき揚げ丼食いたいんですけど、なんか茶碗蒸しうどん気になるんですよね。もう俺もないですよ。え？茶碗蒸しうどんうまい。食べてみなですか。食べてみなるです。じゃあ僕2つ食います。茶碗蒸しうどんと、じゃあ俺はもうせっかくだかき揚げ丼。え？あ、じゃあ豚バラオムライスで。あ、じゃあ豚バラオムライスを一つ、はい、豚バラオムライスと茶碗蒸しうどんと、なんだっけ、かき揚げ丼ください。すごいね、ここ学生来る、高専とか。おーね、すげえな。これちょっと何書いてんの、ノートに書いてんすか。すげえ、水はセルフサービス。なんかすり鉢下に置いてある。こんな店があったんだ、ほんとどんな料理が出てくるか楽しみ。堂々先生、気になるものが多すぎます。かよわなんですよこれ。いやいや、ちょっと聞いて、あのね、まあ、コーヒー70円あったじゃん。裏メニューって何？裏メニューとかある。すごいね、ベースお好み焼き屋さんではないでしょ。裏メニュー気になりすぎるよ。裏メニューがだいぶ気になる。そうね、まず入り口をね、ちゃんと店を知ってるぞってなってからじゃないと、やっぱ裏目にはダメですよ。まあまあ遅え。いや、ちょっとだってお前がどうしても頼んでんの。一人で西田頼んでるから、痩せる気あんのかっていう。やってしまった。はい、はい、どうぞ。結構です。うわ、でかい。え、でかいじゃん。お、食ってみて、食ってみて。果たしてお味はどうすか。え、なんか結構ミンチ肉とか入ってて。ミンチじゃない。何？あ、え、豚？うん、豚肉も入ってんの。へえ。豚バラオムライス。豚バラオムライスか。え、量もいいね。え、それで490円。安いね。ごぼう入ってね。ごぼう入ってんの。すげえ。めちゃくちゃちゃんとしてる。いや、ちょっと驚いた。いいじゃないっすか。めちゃくちゃいいじゃないっすか。はい、どうも。はい。ありがとうございます。これかき揚げ、はい、すげえ。
すげえ、なめてた。初めてです。すごいっすね。あ、本当ですか。マジですごいっすね。そう、オムライスバカでしょうか。うん。うまいっすね。普通のオムライスとちょっと違うですかね。うん。見たことないですね。ごぼうとか入ってる。和の感じのメンテーション。では、いただきます。お、めっちゃカリカリだ。初めての人は、ええ、ラーメンと焼き飯をお願いしますって言ってたもうラーメンばっかり焼き飯は食い気にならない。このかき揚げ丼下ソースかかってんですか。あ、うまっ。うまかでしょ。うまか、ごろうまかです。うわ、うまか。うん、すごい、かき揚げなのになんかナスもいっぱい入ってる。4時頃来ます。4時頃来ます。うわ、やば。4時頃来ます。はいはいはい。ご飯にソースかかってる。うん、うめ、うん、うん、めちゃめちゃ。いただきます。うちでタレが作ってます。あ、うまっ。こっちもうまいね。味しっかりしとんね。食べるのは何ですか。あ、今食べてる。鶏皿ありますか。あ、大丈夫、大丈夫です。大丈夫、大丈夫、大丈夫です。すげえ。この、うん、うどん、うん、うわ、忘れた。よかろ。まあ、弁当だ。食べ分けたチャーモシュ丼できますか。あ、ありがとうございます。チャーモシュ丼半分ずつ食べるのは。あ、失礼します。ありがとうございます。チャーモシュうどんって。すごいね、かき揚げ2個も入ってるしね。やべえ、マジでうまい。こんなうまいんだ。ちょっと笑けてくるな。このご飯にかかって特製のタレがうめえのかな。うまいのもでもそうだもんね。ね。腕あってしょうか。腕のあってしょうか。ある。本当に美味しか。シワトリコフルーツデコレーション携帯カゴ。なんて。フルーツデコレーション。今ちょっと気になったんですけど、裏メニューって何ですか。そう、裏メニューって何ですか。あ、裏メニューは芋煮とか。芋煮、スープカレーとか。あ、その日によって違うんです。あ、気分で変わるんです。なるほど。今かかるなんて。あ、裏メニューも選べるんですね。はい、おでんとか。いや、ちょっと YouTube やっててんが、週1で来て全部制覇するまで通おうか。すごいですね。うちじゃ、ここが一番人気あってるし。どれですか。フルーツデコレーションケーキ。これが一番人気あるんです。これうまかったですか。衣が、衣が頼んでるよ。向こう遠方から冷めなきゃ。ここ10年ぐらいゴロってあんま聞かんかったっけ。遠方から食べに来る。お前買えよ。あ、でもまた来るつもりで取っとくのがいいね。いっぺんに食わんで。いや、あれじゃない。お客さんだけこの近く。やっちゅうです、やっちゅうです。近くっていうか。うん。通います、通います。やっぱ学生が多いんですか、ここ。あ、ですよね。高専とかじゃ学生さんの要望で、ね、ほとんどお客さんの要望で、ね、あ、それでメニューがこんな増えたんですよ。うちはお好み焼き屋なんですよ。ですよね。お好み焼き屋ですよね、うん、でも学生の要望でどんどんメニュー増えていったらこうなった。学生さんが3000円。
へぇ、お客さんの、うん、こんなも食いたいとか、面白い、もうお腹いっぱいになったの、うん、まだうどんが来るから、あ、そう、かき揚げ丼も2ヶ月ぐらい前か、あ、もう2ヶ月前にできたんですか、お客さんのお腹、はい、うどんにかき揚げのもっとかき揚げ丼がついてるかき揚げしながらという形ですか、かき揚げうどんと、そう、かき揚げ丼はもう、あ、なるほどお客さんからね、かき揚げうどん食いたいで、なぜかかき揚げ丼も作ったすごい、かき揚げうどんはこうしよう、へぇ、なんか、うどんにかき揚げが入ってるとおっぱかんじゃないですか、どう、どん兵衛か、はいはいはい、なぁ、これどん兵衛のパクリなんだ、天ぷらとかしっかりしてる、すげえ、おじさん、後でインタビューしていいですか、どん兵衛っていうのはラーメンもですか、うん、そう、なんかラーメンもなんか旨辛ラーメンって言ったら辛辛ラーメンが熱いじゃないですか、うーん、辛辛ラーメンの、はい、はいはいはい、で、この間からそう、旨辛ラーメン、なるほどなんでも深川丼とかさ、引き上げるのってことは、八千代の人たちが食べたいと思ったものがここに集まってこんなになってる、なるほどね、あっちは結構あれ、居酒屋に行って、あっちが、うん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 、まあ、お好み焼き飲んじゃってな、ほう、うん、生ビールはどうですか、はい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 、そりゃ起きて、他のつまんがなかったりするつまんでるのごろでもなんか若い人たちがなんかモスコーとか、はいはい、なんか全然知らんとか、うん、セブンスイとかキティとかなんとか全部帳面に書いてかけたりした、名前と何と何倍いるって言った、全部出したりって茶虫だ、ついに来るぞ茶虫が、うーん、面白いですね、うん、俺もさ、なんか、うん、早っこれ、うん、これは茶虫うどん、あ、すげえ完全に茶虫だよ、ちょっとあれだな、ちょっと固まってるよね、箸入れてみた、うん、ちょっと箸入れてみて、俺が、うん、これでもさ、マジに茶碗蒸しじゃん、ちょっとさ、はい、あ、うど入ってる、すっげえ、あ、これすげえ、どう取ったの、こういうの取ったらいいな、そうだね、うわー、だからうどんの上が茶碗蒸しになってる、完全に茶碗蒸しが入ってるのかと思ったら、うどん屋さんの茶碗蒸しだと思ったわけ、茶碗蒸しはしなかったですから、またよし、俺はもう、うまかった、うまかった、腹がたまらんですか、あー、で茶碗蒸しのうどん、それでうどんパーフェクト入れた、なるほど、うどん入れたら結構、あ、合う、そう、合う、うん、はー、合うですか、うん、俺も食おう、うん、結構オムライスと、はい、茶碗蒸しうどんが吉野中県でお客さんの実はもう八代名物しなしって言わせてないですねないですね、うん、他ではないですねないないいただきます、あれ懐かしいじゃないですか、さあ、ペロッといくんですよ、茶碗蒸しだ、うん、でもうどんなんです、うどん入ってけど茶碗蒸しだ、うん、あ、ちょっと待って、うどんに茶碗蒸しの発想じゃなくて茶碗蒸しにうどんぶち込んだ感じなんだ、うん、なるほど、うまい、
これ八千代で広めたらいいのに。うまい。パンでしょ、ふわふわする。うん、サーム自体もね、すごい美味しい。すげえ、八千代名物、新しいの食っちゃった。だから、裏って2つ食ってる。豚バラオムライスと。確かに。あ、うまいわ。これでもお腹いっぱいだ。これでうどんを食ってしまった後は、茶碗蒸しとして楽しむ。あ、マジで食っちゃう。おーね。うん、確かにさらっといけるね、これ。うん、うまい。また来よう。カレー食いに来よう。あ、あるじゃん。うん、電気が。最後はチャームし楽しむ。うん。うまい。あっさりしてんね。あっさりして。うん。集まってしょ。温まってきた、汗かいてきた。今日もウォーキングしたのよ。おお。いやでもこれ太らんって。こんぐりゃじゃ。お前だってかき揚げでもなくて。うん。ごちそうさまでした。Thank you for your listening. Good Air Dokkan.Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオグッドエアでは、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね、流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったり、メールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。